今まで1年間どうもありがとうございました。なんだかねテレビアニメ終わっちゃってちょっと寂しいんだけど、でもともちゃんとはねよく電話でお話ししてるし、これからもねきっと仲良くしてくれるんじゃないかなと思ってるよ。ともちゃん今度アンパン持ってお家にも遊びに行くからさ、まだまだ仲良くしてね。なんかともちゃん歌もお芝居も声優の仕事もいろいろ忙しそうだけど、体に気をつけて、まあともちゃんのことだからね大丈夫だと思うけど、体に気をつけて頑張ってください。なんか今度ねまたコンサートもやるみたいだけど、私もファイヤーボンバーのみんなと一緒に応援に行くから頑張ってね。自分の感情のままにいろんなことをしてしまうっていう、すごい素直なミレーヌだなっていうふうに思っていたんですけど、すごくねしっかりした面も持っていて、なんか私にはないような面もいっぱい、あって、すごく一緒にいて楽しかったですよね。でもね1年間そのテレビアニメをやりまして終わってしまったんですけれども、なぜかね私の中ではあまりね終わってしまったのかっていう、まだ終わっちゃったっていうねそういう気持ちがないんですよ。うん、ミレーヌともたまにねお話しますし、私は、たまに電話でねやり取りとかもするんでね、うん、まだまだお友達関係続いているんで、はい。今ミレーヌは15歳だから、うん、多分ね変わらないんじゃないかなって思いますね。大きくは今のままのミレーヌでいてほしいっていう気持ちも私の中にはあるんですけれども、本当に元気で明るく元気で素直な女の子でいてほしいっていうのはあるんだけど、きっとねミレーヌは変わらないと思う。そしてまあファイヤーボンバーのメンバーと一緒にもうずっとずっとなんかねやってるような気がするなって、楽しくやってるような気がするなって思いますね。変わらないでほしいです。まあミレーヌもね、うん、バサラとガムリンさんの間で揺れ動いた乙女心がありましたけれども、どうなんでしょう、どんな恋、やっぱりですね今はまだねミレーヌ自身も恋をしていても私は恋をしているのかなってまだわからない、あやふやな感情がミレーヌにはまだまだあると思うんですけれども、そうですねやっぱり女性ですから、将来は結婚もすると思いますし、でもなんかミレーヌの結婚してる姿って想像つかないんですけど、ミリアを想像すればいいのかな、ミリアママをね。でもやっぱり幸せになってほしいですね。うん、でも結婚してママになっても結構キャピキャピッとしてそうなイメージもありますね私の中では。うん、やっぱりどうなんでしょうね、ある時は優しく時には厳しいっていう、そういうのもやっぱりありますよね。でも子守歌はやっぱりロックですかね。恋をするようになんて歌ってるかもしれませんよね、ママが昔歌ってたのよなんてね、そういうのもいいですよね。でも、うん、でも誰と結婚するのかな、楽しみですね。でしょう、ガムリンさんもすごくいい人だし、バサラもね本当に一つの夢を追いかけて一途に熱く燃えてますし、いつも勝手にどっか行っちゃいますけどね、どうなんでしょう。ミレーヌは本当は心の中で分かってるのかもしれない、どっちが好きなのか本当はね。ミレーヌちゃん1年間仲良くしてくれてありがとう。本当にね私もねミレーヌに会っていろいろね教えられたような気がします。でもねテレビアニメ終わってしまったけれども、お別れなんて言わないで、これからもいろいろね何かあったらお話ししてください、また連絡ちょうだいね。